わざとバーストする人が時間合わせしてるのなんて、ああいますよね。まあ私は何も気にはしてないです。どうぞご自由に。なんかくだらないことやってるなって感じ。24分22秒。うん、アイス食べていいな、アイス食べたい。もう私は歯磨きをしたので食べません。メルセデスさん、赤さん、ありがとうございます。セブンのマンゴーアイス食べただって、美味しいよね、美味しいよね。2年前ぐらいに、3年は多分嘘だ、2年前、1年前は食べてないから、2年前ぐらいに食べた気がする。泣いちゃう、泣かないで。私も昨日泣いた、めっちゃめっちゃ泣いた。なんて言ったって、なんかエモいなんて言ったって、うちのなんていうの、きっかけのペアが、きっかけのペアのうちの一人、きっかけの人、そう、私その自粛期間、まあ、4月、本当に自粛期間、本当にもう何もでき、あの学校もなくなった時あったじゃないですか。もう学生じゃなかったあれ関係なかったんですけど、本当のその時に、そう、AKB 以外のアイドルさんに興味が出た、初めての26分52秒、そう、初めて興味出たんですけど、きっかけがその、はい、きっかけの方だったから、エモエモ、きっかけのペアが、そう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 、その言葉、それ、その二人、私のきっかけだから、本当にね、なんかもうあれ、そう、わーってなったよね。語彙力失うよね、こういうのってね。30分語ってください。無理。無理。語るのは無理。全然お話し会でだったら。ちょっとショールームはね、みんな見てるからね、語れないですね。はい。きっかけ。この二人がきっかけで気になってっていうあれなので、私はもうエモエモでした。そう、ピンポン、コメント欄ピンポン、それの話でした。そう、そうそう、わかんない方もいるからね、からお話し会に来て。千葉メガさん、ビワさん、ありがとうございます。28分22秒。あっとか言ったけど、なんでもないわ。話し会で話したい、ぜひ、大歓迎です。大歓迎です。あんまり話したことないですよね。
詳しくは私配信ライブ系結構ね見てますよ。予定がなければ、そうなんかそう、まあ一回だけ予定あって見れない、見たかったのに見れなかったのはあったけど、ほぼ見てる。同じ回当選して、うん、みんな当選してるよ一時受付だもん。ワルタンさん、タンマンアットマーク、ユイナンさん、ユウちゃんアットマーク、セナグミさん、ありがとうございます。フォローしてるのとは何をでしょうか。ドアがちょっと開いてるな。私が何日も参加してすぎて一日の枚数少なくなっちゃった。大丈夫よ、ありがとう、来てくれるんだけど嬉しい。串落ちた。30分22秒。ショールームとかフォローしてるの、もちろんもちろんだよサイン欲しいだって。じゃあサイン会、サイン会応募して、応募サイン会申し込んでいただいてもらってサイン当ててください。ぜひ申し込みありがとう。見逃しただってたまい私は見てなかった。ナミーさん、豚バラパラダイスさん、ヤンちゃんさん、ありがとうございます。追加で申し込みありがとう。券取れても抽選当たる気がしない、やだ。強気で、強気できて。マナシカのおすすめの日とか設定しないの。だって全部おすすめでもおすすめの日はやっぱり2月20日ですよね。10代最後のセナタンと話せるチャンス。あ、でも2日間連続ですよね、確か。あれ19、20じゃなかったっけ。まあその2日間ですね。だってあと2日で、3日で20歳になるセナタンだからね、おすすめだよ。32分22秒まあ全部おすすめですけどね。セナタンさん部屋に飾っとるよ、ありがとう。クリスマスもおすすめなの。じゃあおすすめクリスマス、クリスマス、クリスマス、でもさ、サイン会の日数多いですよね。サイン会やっぱりあれだからか、人気だからかな。なんか全体的に多くないですか。私がとかじゃなくて、多分サイン会の回数が。10代もあと半年か、なんかそう考えると早いけど、でもあと半年かって言うとさ早く感じるけど、あと何ヶ月だ、6ヶ月、半年って6ヶ月じゃあ、あと半年かっていうのとあと6ヶ月だっていうのね、全然違くない。サンタクさんのかね、わかんない。それいつもさ事前に知らされてたっけ、あれ、ああいうのって。わかんないですね。あったらいいけどさ、この前この前
クリスマス近くの時さ、あれですよ、普通に私トナカイの角を勝手に自分でつけた気がする。まだ1年の半は、確かに19になって半年しか経ってないじゃんって感じ。待って、そういうことか。まだ半年だって、19歳になってから。ある程度前に公表だって。じゃあもうないってこと。花見さん、むつみさん、ういろうくんさん、ありがとうございます。どれが当たりやすいとかないと思うないと思うな。わ、あと 10% って言われたよ。大丈夫そう。34分52秒。でもこっちのショールームしてるとね、減りが早いのよね。でもさ、ちょっといい、いいや、入れてます。ビンゴコーデいつがいい。でも寒いんじゃん。なんかさ、寒くない日がいいな。でも全部寒いね、多分全部寒いね。でも、あ、三つ編みも苦手だけど、三つ編みは練習しろって話。ちょっとママに頼む。ね、全部寒そうだよね。まあ会場、まあでもそれで会場まで行くわけじゃないから、あれでは行かない、絶対に行かないから、持ってくから。うん、同じか、1枚でも会話できます。意外と長いですよね。そんなことない？意外と長くないですか、1枚でも。うん、一問一答ぐらいだったら全然できると思うけど。まあすごい話したいことがある方はあれだけど、初めましてだとしたら1枚でも十分な気がしますよ。初めましてって言って、なんとかでなんとかでって言ったらちょうどいい感じはする。やばい、ひろゆきりんさん、まるさん、メルセデスさん、ありがとうございます。36分52秒。答えてもらう前にバイバイってね。そう、まあそれは質問の長さによるよね。でも割と長いと思う。長いか分からない。なんかすごい、そのいや、でも人によるんだと思いますよ。推しメンとだったら多分ね、短く感じるんですけど、多分初めましてだと多分そんなにね、短くは感じないとは思っちゃう。ずんちゃんのタモーさん、詩人ガーさん、詩人ガー Z さん、ガー Z さん、タシさん、ありがとうございます。うん、2枚ぐらいが、まあ確かに。でもなんかちょっと話したいぐらいだったら1枚でも全然いいと思うちゃんと話したいことがあったら、まあ2枚が安全ですけど、なんかちょっと話してみたいな、試しに行ってみようかな、どんな感じかなみたいなのだと多分1枚でいいと。当たったのに通信切断された。え、戻ってこれた？戻ってきてない？もしかして。戻ってこれた？
いや初めてで3枚は絶対多いって。なんか違うのよ私の経験上ですけど、初めて来てあまり分かんないんですけど来てみましたって方がいらっしゃった時に、あ3枚って意外と長いねってなることが多くて3枚はちょっと多いと思う初めてだとしてっていうあれですよ、初めてだとしたらっていう話ですよ。今はみんながそれを長く感じるかとかに、初めての時っていうことです。全然知らなくてとしたらですよおしゃれ1個があった、おめでた。うん、なんかその気になって来てみましたと推しメンって違うと思うね。最初は1枚でも全然十分だと思いますっていう話です。うん、まあ、1枚でも大丈夫っていう質問が来たからこの話をしてるわけであって、そうそう、41分22秒。初めてセナタンのお話か、4枚まとめて、おすごい、本当なんか違う、私がすごい、私が言ってたのは本当になんかこの前いつか分かんないですけど、本当に何も知らないけどみたいな、そう本当に全然あまりは知らないんですけどみたいな、ちょっと気になってみたいな、顔が可愛いと思ってっていう方が確かいて、そうそうなんですよ。でも私のことを、まあ、知っててくださってるのであれば全然3枚は別に多くはないと思うんですけど、あの全然何も知らないよって、何も知らないよって方はそもそもショールーム来ないと思うからあれなんですけど、何も知らないよって方で3枚は多いかもっていう意味です。そうそう、でも嬉しかったですね本当に、顔かわいい、お話し会行こうって、へって、そんなこと、そんな、そうなるんだと思って嬉しかった。ココアはもう寝てますよ、この部屋にはいないです。夕方はねいるんですけどね、夕方はここに出現率高い、今日も来たからね。里政アットマークせなぐみさん、りゅうた213523、43分22秒。やっぱり充電なくなったな。もしかして今聞こえてなかった？
でも一人いるんだよな、見てるのかな。ふみさんありがとうございます。一回止まったのはそうなんで、止まったんですけど、止まる前にも一回言って、止まった再開した後にも言ったからワンチャン聞こえてるかなと思ったんですけど、無理でしたね無理でした。まあいいよ、お話し会で気まずくなる場合はどうやって解決すればいいのって。気まずくなった、まあ話が飛んだ場合とか、好きな食べ物とか聞いといたらいいんじゃないですか。なんか沈黙するのが一番気まずくないですか、多分。だからとりあえず何でもいいから質問してみる。好きな食べ物はとか初めて閉めた後、剥がされてない逃げた気がする緊張するとそうなるよね。あー今日の洋服のポイントとか、確かに何でも、うん、とりあえず質問しとけばいいと思いますよ。45分52秒、聞き取れなかったりしたらなんか流さなくても大丈夫ですよ。今なんて言ったって聞いて私もえなんてって言ってるからいつもえ聞こえなかったごめんって、はいすいませんね。見つめはダメですか、いいですよ全然そうね、オンラインの方が緊張する。でも待機してるときめっちゃ緊張しそうね。そうだよね、待って時間が一番緊張するよね。トモさん、 ISZ22 のナイチさん、ナルトさんありがとうございます。モゼイフリクエストして大丈夫ですか。リクエストするのはまあ個人の自由ですね。リクエストするのはですよやるかやらないかはメンバー次第です。でもお話し会はあれだね、メモ忘れそうと思ったらメモしとけば見れるよね。うん、確かに。なんかさ、お話し会って突然ですよね、多分メンバーの顔が出てくるのね、びっくりしそう。黒歴史じゃそんな黒歴史じゃないよ。でもセナもめっちゃ覚えてるすごい記憶に残ってるよセナタンリクエスト受けてくれるのどうでしょうか、試してみてはいかがでしょうかお話し会に来てみて、はい48分52秒、うまいねはず、恥ずかしい。あ、3秒前から手振ってないっけ何そのエピソードいいね裏話ピザ食べててメンバーに見られたらしい
面白い。え、私の顔ちょっと前から映ってるのかな。どっちの方が早く映ってるんだろうね。わかんないですけど。うん。でも寝てる方いますね。映って「あ寝てる、おい!」って言ったら「はっ!」ってなってそう、なんかオンラインは話し会のいいところですよね。本当にそういうの好きなんですよ私ね、本当に好きでそういうのそう、寝てる寝てると思って本当に好きなんですよ、うん。そう、お話し会本当に好き私。ベさん、シンアットマーク、さなぐみさん、大熊猫さん、ありがとうございます。え、ガチ寝でしょ多分。なんか座りながらこうやって、フリーズ芸された時はビビッとだってフリーズギーはね、たまにしますよ私いきなりいきなり止まるの私メンバーがすぐ早い、やっぱりそうだよね。だからみんな気をつけないとね、油断しちゃった、まあ、全然こちらとしてはなんか楽しい、それが楽しいそれが楽しいっていうか、なんていうの、なんかさ、握手会だったらそんなことないじゃないですか、うん。珍しいところからお話し会、今まであんまりないですね。私は、私のところに来てくれる方、お家だったり車の中とかは全然、あと会社、今から仕事だけどみたいなもあるね。51分52秒。そう、オンラインだとまああれですね、まあ誕生日の人だったら誕生日おめでとうってケーキ見せてくれたりとか、あとはグッズ紹介してくれたりとか楽しいよ。ね、オンラインならではのこともあるし、でもそもそも家からしてるだけでオンラインならではなんですけどねみんな全員オンラインならではなんだけどね結局そういうのいいよねって思います。サッカーしながらお話し会してくれんの楽しみにしてる。リフティングうん、株式会社石渡飴さん、翔ちゃんとマークななれさん、白いペガサスさん、ありがとうございます。時間余ったらフリーズしてください。確かに私フリーズしてくださいって言われてフリーズするの面白いね逆に。だって驚かせるために私してるのにさ、フリーズしてくださいってあってなる確かに顔映らないね、リフティング確かに過ぎた。うん、こんばんは。カメラ
らからどれくらい離れてもね、わかんない、それはわかんない。54分22秒、でも最初近かったらいいんじゃない、わかんない、どうなんだろうね。マスクありなし、どっちの方がわかりやすいかな。なし一枚でフリーズさしないよ。フリーズね、フリーズ、はじめましてって言ってフリーズしたら困るじゃん。だってはじめましてだったらフリーズしない。確かに皆さんがフリーズしたらさ、私どんな反応するんだろう、やめてね本当に。でそしたら私もフリーズしよう一緒にカオスな空間流れて、どっちが耐えられなくなるか絶対私耐えられるみんな耐えられなくなりそうフリーズ返し、うん、ベイさん、ルルルさん、イソッチさん、ありがとうございます。乗った、だって耐えられる、私強いよ多分私強いけど、メンバー初めてか何回来たか表示されるされるわけないじゃないですか。どうやって数えるのよその機能すごいね。ドーン返し、確かにフリーズ返し。55分52秒、さ叫んでって言ったらしてくれますか。それはどうでしょうか、試してみて全部全部試してみてはって言われるえそうなの、ミーグリだったら、えミーグリ、えミーグリじゃない、私も一緒ですよ、私たちもさミーグリじゃない、え違うアプリ使ってる、え同じじゃないんですか、違うのあるんですか、あそうなんだ、え私も探したらあるのかな、え同じだと思ってた、ミート&グリートだと思ってた、私たちも違うんだ、私たちは何でやってるの逆に。タシさん、オノピーさん、リュータ213523さん、ありがとうございます。すごい、オンラインでも、オンラインに何回来たかってこと、握手会はだって無理ですよね、すごいね。でもどうする、あ35回目だね、ありがとうとか言われても困るくない、あ35回目なんだってなる、うん、いや面白いね逆に。あこえうちらがミーグリなの、でもさ違う、乃木坂さんってさミーグリじゃない、名前がお話し会、お話し会っていうより今日ミーグリです、よろしくお願いしますって感じじゃないですか、私たちお話し会ですって言ってるけど、あ私たちがミーグリなの。57分52秒、おもろいなねえ、うん、ね言うよね、なのにミーグリじゃないの、あらあら私たち何のアプリなの、でも確かになんか違いそう、あれがあれそうなんかその私気になって、ま、調べたりするんですよよく、なんかすごいなんかすぐ消えるっていうのよく見かける、なんか私たち、あ違うかな、あ違うか、いやわかんないな、白背景になるんだっけ、あ何だったっけ、やば時間がない。13位が、あ
ランキング見ます。13位ガキチュさん、12位サイカさん、11位ビワさん、10位ミサキちゃん、9位ソッチさん、8位ヒロさん、7位きなこ、6位ウちゃん、5位赤穴のソルティさん、4位まさきさん、3位しんさん、2位オノピーさん、1位ニコシタさんです。ありがとうございます。あ、今対戦してる方読んでないか。こぐま猫さん、太陽のアットさん、ビバオールさん、ありがとうございます。ギフト読みます。里正さん、ワッカーさん、 ISZ2271 さん、オノピーさん、翼欲しいさん、まさきさん、ニコシタさん、くまーん。59分52秒、ヒロさん、マウンテンゴリラさん、オノピーさん、くまーん。シンさん、ドラゴン Z、 ヤンちゃんさん、アヤさん、イソッチさん、 ISZ2271 さん、太陽ナットさんです。ひぃ、フォーチュンミートだって。そうなんだ。なんかミート&グリートって見た気がするんですけど、一番最初ぐらいに違う。私の見たあれは何だった。あ、それお話し会自体のも、全体的なお話し会自体の名前をミート&グリートっていうの。あ、違う。セルボンさん、幸せのときめきさん、ヒロさん、ありがとうございます。ではみんな、バイバーイ。おやすみなさーい。